エルフである。あ、エルフが先駆けとなり、王女アイリスがこの学園に転入してきた。初日の挨拶、まずそこで誰もが心を奪われた。勉強は言うまでもなく優秀。入部したばかりの弓道部ではもうエース級の実力だ。美しく優しいお姫様、生徒たちはみんな彼女に夢中だ。彼らにはとても想像…シャワーを浴びてきました。すごいんですね、こういうところのバスルームって。想像してたよりずっとおしゃれで驚いてしまいました。そうか。先生はこういう場所には慣れていらっしゃるのでしょうか。初めてだよ。ごめんなさい、変なことを聞いてしまいました。いや、そんな、全然。援助をお願いするのは私も初めてなので緊張してしまって。ここで言う援助とは、すなわち、かつては出会い系サイトが利用されていたが、利用者のエルフが政府が運用を始めたのが援助システム。様々な条件から選ばれてアジンのサポーターとなった人間は、彼女たちと交配を行う義務がある。相手は機械で自動的にマッチングされる。だから、なあアイリス、本当にいいんだろうか、教師と教え子でこんな。私は子を作ることが国への良い知らせになると思っています。先生のお気持ちもわかりますが、その震えてる。アイリス、もしかして恥ずかしいのか。そんな、後輩はエルフにとって必要なことですし、王女である私が恥ずかしがるなんて。そうか、考えてみればこの子はまだ若い。心は思春期の人間の女の子と同じはずだ。恥ずかしくて当然だ。先生。そうだ、先生の俺が物怖じしてどうする。それに何より。大丈夫ですか先生。アイリスさんのこと、何かあったら相談してくださいね。ええありがとうございます。いやー、でも大変でしょう。エルフだお姫様だって騒がれる上に、お目付け役なんて厄介な仕事を押し付けられちゃって。厄介とは思っていませんよ、彼女も同じ一人の生徒ですから。なんかすみません。まあ彼女たちの文化や生態は未知のことばかりですから。生態といえば、エルフってこのくらいの年で繁殖期が始まるんですよね。あんな見た目で男あさりとはいかがなもんですかね。教師としては黙ってられないですが、文化の違いとなるとね。まあその辺はこれからすり合わせるところなんでしょうね。こういう過渡期の時に犯罪。